はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々にラーメンの並盛りをね、いろんな種類食べてみたということで、本日訪れたお店はもうね、関東で味噌といえばっていうぐらい超有名店でございます。大島さんに行ってまいりました。だいぶね、お店さんの方も長いので、ご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、僕がね、動画の活動をする前に一回ね、行ったことがもちろんあるんですが、めちゃめちゃうまくて、感動をね、したの今でも覚えております。で、これね、正直オープニングはもう事後というか、撮影をした後に撮ってるんですけれども、今回ね、もちろん行ってもやっぱりあの感動は変わらず、この味噌うまいなーっていうのはもちろんなんですけれども、それ以外にもいただいたね、醤油とか塩ラーメンなんかもめちゃめちゃ美味しかったので、ぜひね、皆様にもこちらの動画を見てもらって、味噌以外のラーメンの美味しさもね、伝わればいいなと思います。それではオープニングはこのあたりで、早速本編の方へどうぞ。ということで、ただいまね、大島さんの店内に入っておりまして、もうね、すでに注文はしております。でね、お店さんのご厚意でですね、今日は閉店後に撮影をさせていただいておりますので、ちょっとね、喋りながら撮影を進めていきたいと思います。ちゅうかね、今ね、待ってるんですけど、作っていただいてる最中の匂いがね、半端じゃなくいい。めちゃめちゃうまそう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、一杯目はね、塩チャーシュー麺の大盛りをいただきました。見た目はこんな感じでございます。うわ、もうね、匂いからめちゃめちゃいい。早速ね、いただきます。で、ひとまずこれスープからいただきます。あー、うまい。うわこれちょっと衝撃的っすよ。これ何の香りだ。ん？なんだろう。なんかちょろっとスープのお話を聞いても大丈夫ですか？これなんか塩は、塩の返しとかはなんか貝類とかは入ってる感じ？一切。すごいですね。厚みがとんでもないですね。ニンニク結構当店使っていますけども。これニンニクの香りか。ちょっと香ばしい。そうですね。すごく炒め野菜の香ばしい香りと、はい、ラードの香りと。塩にはちょっとこだわってはいますね。ああ、いやー、スープだけどんどん飲んじゃいますね。ちょっと一杯目からものすごく衝撃的です。すごいよ、もう風味がね、すごい言い表せないこの風味の良さ。塩のね、厚みもすごいし、やっぱりね、この炒め野菜とラードのね、厚みもね、これが段違いですね。ちょっとこれ麺だね、麺。いや、この麺ですよ。うわー、うまそう。ちょっとこの麺たまんないですね。いただきます。うまい。一口目食べた時にこの舌に残る感じっていうのかな、旨味の感じ方っていうのが塩では味わったことないですね。うまっ。なんか本当にいろいろお伝えしたいんですよ。お伝えしたいんだけど、そんな時間がね、もったいないぐらいうますぎる。で、今回はね、注文させていただいたのがチャーシュー麺なので、こちらが大島さんのチャーシューでございますね。いや、全部うまいな。ちょっと本当に今日は黙々と食べる動画でいいですかね。ちょっとね、僕もね、もちろんこの撮影以外にも昔はね、ちょっと来たことあったんですけど、やっぱり大島さんといえば味噌のイメージでしたが、このね、北海道系のラーメンを作ってる店主さんはもうね、塩も醤油もね、絶対にうまいってことが今日改めてね、確信できました。これ一杯目から僕やられましたね。正直今まで食べた塩のね、好みランキングひっくり返されたかもしれない。したら一杯目の塩ですね。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、2杯目でございます。2杯目にはね、大島さんといえばの味噌ラーメンでございます。今回注文させていただいたのはこちら、味噌チャーシュー麺の大盛りでございますね。で、味噌といえばということで、こちらね、ライスも大でいただいております。
じゃあこちらもね、出来立てでいただきます。スープが濃厚す、うまい、これたまんないな。なんだろうこのコク、なんて伝えればいいんだろうな。もうね、このうまみの深さとか、このね、ラードのコクとかもそうなんだけど、これいわゆるね、この北海道系の味噌ラーメンとはね、一線をね超えてるというか、別物ですね。うわこれダメだ、あのなんて表現したらいいのかわからない。でごめん、ちょっとさっきの訂正なんだけど、僕ね、さっき塩も醤油もチャーシュー麺を押したつもりだったんだけど、普通の頼んでました。チャーシュー麺になるとこれね、チャーシューがこれ3枚入っております。そしたらこれ麺いかないとダメでしょう。これちょっとやばいでしょ、このね味噌に染まった麺。食べる前にこれご飯セットしないとダメだね。ちょっといただきます。ちょっと止まんないわ。レビューする前にもう一口食べさせて、ちょっとスープをすすった時の 1.5 倍ぐらいニンニクのねいい香りがするんですけど、小麦のいい感じの甘みが乗っかってきて、そのね強くなったニンニクの風味もさらに丸くなるというか、まろやかになるというか、バランス感すごいわ。これ豪華にチャーシューをね2枚、これバウンドさせていただきます。もう食欲が増しすぎて勝ちすぎて喋ってる暇ないわ。おろし生姜も一緒にねこれを溶かさせていただきまして、うわうん、合わないわけがない最高にうまいです今日はね、一応4杯注文させていただいてるんですけど、1杯ごとの満足感が高すぎる。でもね、結構ね、ノックアウト寸前です。で、このね、大島さんの味噌ラーメン、ご飯にもね、合うようなタイプの味噌ラーメンなので、お客様によってはね、ちょっと濃いなって感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、サービスでね、この薄めるような割りスープみたいなのも大島さんご用意してありまして、スタッフさんにお声掛けすればすぐいただけるので、好みに寄らせていただけるっていうのも嬉しいサービスですよね。ちょっとこれ具材ラストのね、味玉ですね。ちょっと基本的にはね、撮影中でも禁止してるんですけど、行っちゃっていいですかね。うまい。ちょっとね、我慢できなくて肝炎してしまいました。ごちそうさまです。まだね、ちょっと撮影の途中段階ですけど、絶対に食べに来てほしい。うますぎる。うわ。そしたらですね、ただいま3杯目到着いたしました。3杯目がですね、醤油の大盛りでございます。見た目はね、こんな感じでございます。これもね、もう絶対美味しいと確信しております。で、ちょっとね、今到着いたしました。ご飯物として追加でミニカレーも注文させていただきました。じゃあ3杯目ね、いただきます。このスープまたいい色ですね。うまい。 いやちょっとね、これまた味わったことない醤油だ。これね、ちょっとね、ラードの甘みとかもあるし、でこれ返しも苦めにも似たようなキリッとした醤油感、これがねものすごいバランス。ちょっとこれ皆さん見えます、このね醤油に染まった麺ですよ。またねこの色味がうまそうすぎる。
うまい。ちょっとこの勢いでカレーもいただいちゃいましょう。カレーはね、これこんな感じですね。もう全員が大好きな見た目だよね。これね、結構ね、スパイスは添える程度というか、それよりもむしろね、出汁が効いてて、お蕎麦屋さんのカレーに近いようなコクがあって、濃いめなんだけど後味あっさりって感じのタイプのカレーですね。うまっ。ちょっとね、これは卓上に胡椒ありますんで、これかけさせていただきます。もう絶対うまい香りしてるわ。もう今日レビューいいですか。食レポいいですか。やばい、うますぎる。画面越しでこの言葉でしかね、皆さんに美味しさを伝えられないのが悔しいぐらい本当に美味しい。ちょっとね、この動画を見た皆さんには絶対食べに来てほしいぐらいうまい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで、本日ラストにいただくのがこちらでございます。味噌混ぜというメニューでして、今日の撮影から約1ヶ月ぐらい前に限定で販売されてた商品らしいんですけれども、今回はね、ちょっと特別にお作りいただきました。でね、それでは早速いただきます。混ぜのメニューなんですけど、結構ね、汁気も多いので、スープ的な部分から先にいただきます。おー、すっげー。基本ベースはね、本当に味噌のラーメン似た感じなんですけど、僕では分かりかねるんだけど、口当たりというか味の当たり方がちょっと違うんだよな。またすげーガツンとしてる。で、これよいしょ、トッピングがネギに、これベビースターですね、と生姜、ひき肉とピリ辛風に仕上げたメンマなのかな。で、もちろんね、ナルトも乗っかっておりまして、あとこの混ぜはね、これ縮れ麺ですね。ちょっと太縮れって感じです。もう俺食べなくても分かるぐらい絶対うまいやつです。うまいや、今まで食べたメニューどれもそうなんですけど、基本ベースはね、味付けは濃いめなんですよ。なんだけど、厚みのあるうまみとか油感とか、もう全体的なうまみのバランスが整ってて、それをね、しょっぱいと思わせないんですよ。なんかね、どんどん食べ進められる。やべ、喋るの忘れてた。そしたら最後にね、このメニューには追い飯がついてますんで、これをドボッと。で、これね、最後にわざとちょっと味玉取っといたんで、これもね、贅沢に混ぜていきましょう。この締めの見た目、反則ですね。よっ、いただきます。うまっ、うん、やられたな。もうたまんなすぎる。ということで、ただいまね、お
島さんの方で4杯ラーメンをいただいてきましたが、うますぎた。動画を始める前だから5年ぐらいかな、前になるかと思うんですけれども、普通にね一回この大島さんの味噌を食べたことはもちろんありまして、その時もねその自分の中での味噌の好みのランキングってのも1位だったんですけど、今日ね改めて食べてももうね不動でございます。もううますぎる。で味噌がねうまいのはもちろんなんですけれども、その他にも醤油も塩も味噌混ぜというこの限定メニューもねどれも絶品でございました。いやまあこんなことを言うとね皆さんもこの動画を見て来る時にねメニューを悩んじゃうと思うんで、それはねちょっと申し訳ないんですけれども、本当にね全品おすすめしたいメニューでございましたので、ぜひねこの動画を見てくださってる皆様はこの大島さんで美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。じゃあね。